でもラッキーじゃない？ペンギンに会えるのよ。よし、ペンギンだ。本物のペンギンに会いたい。最高の気分だ。いいですよ。私たちは皇帝ペンギンの巣がある場所に移動する。午前9時にここに戻ればいいんですね。ええー、そう。忘れないで。もし迷ったら基地のあの明かりを目印に戻るのよ。ご心配なく。迷ってもイグルーを見つけて避難しますから。何言ってるの？イグルーがあるのは北極でしょ。南極大陸にはないわ。ああ、そうでした。しっかりペンギンファミリーのビデオを撮って。頑張ります。じゃあ早速基地の向こう側を探してみよう。そっち？でも遠くへは行くな。ペンギンを見つけたらこのマイクを使って知らせろ。こうだ。今日は最高の日になるぞ。みーっけ、探してたヒゲペンギンです。調査船ゼブラから観測基地アルファへ。ブリザードがその辺りを通るわ。吹雪が通り過ぎるまでしばらく基地から出ちゃダメよ。誰もいないの？いや。観測基地だ。すごいぞ。積もった雪と氷の上を歩いて帰れる。うわ、ヒゲペンギンだ。ついに見つけた。無事ビデオカメラも戻ったし、ワイズマン博士のためにビデオ撮ろう。ここに巣を移していたなんて。だから前回来た時いなかったのね。よくやってくれたわ。どうやって見つけたの？次から同じように探すから教えて。ならお猿にビデオを海に落としてもらわないと。